盆栽を広めるということが自分の使命かなとは思います。私は盆栽作家として、生産者さんが作った盆栽を私の感覚で息を吹き込むというか、鉢に入れてお届けするように作っております。盆栽を興味のない方にも広めたくて、アマゾンに出店というのを決めました。アマゾンの担当者さんから、私たちの考えにはなかった盆栽をギフトとして販売する提案をいただいて、確実に幅は広がりました。楽しく始めさせていただいてます、すごく良かったですとレビューをいただいて、やってて良かったなって思います。盆栽を手にすることがあまりないと思うので、アマゾンを利用して日本の伝統文化、盆栽も日用品と同じように気軽に買っていただきたいです。